Nice. Okay. このカメラの一番の驚いたポイントはオートフォーカスの精度の高さです。基本的に 95% のカットがオートフォーカスで撮ってます。まあ、基本カメラマンはフレーミングに集中をして、あとはフォーカスはカメラに任せる。今回の撮影なんですけど、全て S-Log3 で行いました。ラットを割った絵を見ると非常に綺麗な絵が撮れていましたね。やはり解像力の高さ、非常に驚かされました。やっぱフルサイズ独特のこうシャープなパキッとした感じは、まあ、このカメラならではの魅力じゃないかなと思います。I've really been enjoying using this camera. It's very lightweight, ergonomic, and it's got a small form factor. Especially on the gimbal in 4K 120p and full frame, it's a very nice combination. And I've been really impressed by the colors as well, and I think it's going to be a very popular camera in the future.欲しい機能のすべてがこの小さなボディに詰まっていて、 4K120p だったりフルサイズだったり内蔵の ND フィルターだったり、特にあの感度 12,800 で撮影できるのは驚きです。演出の幅が広がるというか、今までできなかったことが挑戦できる、そんなカメラですね。未来のデジタルシネマを予感させてくれる、そんな一台だと思います。このカメラの一番の驚いたポイントは